堀川駅は、熊本県熊本市北区ハけの宮ヤ一丁目にある、熊本電気鉄道菊池線の駅。駅番号は、KD12、ホームと校内。右側の空き地が、かつての留置線、奥の駐輪場が、貨物側線の跡地である。島式ホーム一面二線の地上駅。三よ菊池間が存在していた1980年代前半までは、 富士崎宮前駅から当駅折り返しの定期列車が設定されており、留置線を使った車両留置や列車の夜間停泊も行われていた。現在もその名残で一番線、三好方面ホーム側より北熊本方面に折り返し運転が可能な構造になっている。その他1979年までは校内で貨物取扱いも行われていたため、 校内に数本の留置線や側線が敷かれていた。熊本電鉄としては珍しく有人駅舎がある。駅員はいないため無人駅扱いだが、熊本電鉄観光の社員が駅舎内に常駐しており、駅の管理と定期券の販売を行っている。IC カード読み取り機は、駅裏口からの利用者の利便性が考慮され、ホームに設置された。 2014年度の1日あたりの乗車人員数は347人であった。堀川江戸時代に白川から坪井川までの水路を改作した。この水路を堀川と言い,い、周辺を流れていたことによる。ありがとうございます。